んにちは。着物小杉スタッフの手塚です。毎日着物でお仕事しています。イベントのお知らせです。4月1日2日に熊谷ホテルガーデンパレスにて着物ワンダーランド熊谷を開催します。着物小杉がおすすめする個性的な問屋メーカー5社がブースを出展し、新作の着物や帯、小物など1000点以上をご自由にご覧いただけるイベントです。新作着物との出会い、問屋メーカーさんとの出会い、着物ファンとの出会いを1日ごゆっくりとお楽しみください。ご来場は予約制となっておりますので、お楽しみ特典付きの入場券をご予約ください。懐石和食ランチ付きの入場券が1500円、お土産付きの入場券が1000円となっています。詳しくはこの動画の説明欄をご覧ください。年に1回2日間限りのイベントです。ご予約をお待ちしております。もう一つ、3月24日から26日まで東京都の日本橋人形町にて東京着物ショーが開催します。着物小杉の出展はございませんが、3月25日に社長と見学に行きます。当日は当店で撮影制作しました埼玉県の絹織物、荒毛織物秩父銘仙スタイルというオリジナルパンフレットを持参していきます。ご希望の方は私たちを見かけましたら、パンフレットが欲しいとお声掛けください。先着100名様となります。またこの東京着物ショー期間中のみ、小売店同伴で着物ファンも入場可能な着物問屋さんがございます。通常では見ることのできない着物問屋見学をご希望の方は当日ご案内可能ですので、事前に着物小杉までお問い合わせください。4月1日2日の着物ワンダーランド熊谷、そして3月25日の東京着物ショーでこの動画をご覧の皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。以上、着物小杉スタッフの手塚でした。はい、それではですね、はい、今日もちょっと着ているお着物の方の紹介をお願いします。はい、まず着物の方は、こちらは着物は桐生のお召しです。あ、桐生のお召しですね、はい、結構ね、横段のぼかしが綺麗で、そうですね、これあれなんか36色使ってるってやつかな、霞段ぼかしというね、桐生織りの商品ですね、はい、めちゃめちゃ綺麗ですよね。はい、そして、帯の方が、帯の方は博多織の名古屋帯、名古屋帯ですね、はい、はいはい、じゃあちょっとぐるっとお太鼓もいいですか。お、なるほど、すっきりとした感じで、またね、はい、そういうぼかしのね、柄の多い、色の多いものにはすっきりとしていいですね。はい、ありがとうございます、はい、そして帯締めが、こちらは帯締めはゆるぎの、帯締めになる、はい、2色使いのやつかな、これ裏も、そうです、リバーシブルで、あ、水色と、はいはい、クリーム、クリーム色のね、はい、まあ綺麗です。着物にちょっとね、合わせた感じで、で帯揚げが、帯揚げも古文柄の、そうですね、帯揚げだ、四つ葉のクローバ ー, 本当だ、四つ葉のクローバーなんかも入ってて可愛らしい感じですね。はい、はい、ありがとうございます。またぜひ次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい。